どうもハンサムクラウジです。あのマクドナルドのね、朝マックの評判がすごい良かったので、ちょっと買ってきました。メガマックグリドルとダブルフィレオフィッシュと、あとこれは普段のメニューでもあるんですけど、メガマフィン。この3種類がドリンクとセットで、朝の必勝コンビっていうのをやってました。セットで400円のものですね。プラスマックフルーリーバナナタルト、これもね食べたかったので買ってきたというわけでございます。わあ、なんかマスタードみたい。本当だ、バナナ味。ちょっと混ぜて食べてもいいかな。こんな感じ。いただきます。あ、うま。結構甘い。このザクザク感、うま。うまい。はい、マックフルーリーバナナタルトごちそうさまでした。うん、これ9分。おいしい。甘いですよ、バナナ甘いから。でも冷たいからね、さっぱり食べれます。で、あとグラハムビスケットの食感がね、最高。確かにタルトっぽい感じのザクザクとしたね、食感がね、最高に良かったです。バナナソースかなと思ったら、バナナフィリングなんですって。エクアドル産のバナナを使ってる。うん、美味しかった。はぁ、ちょっと汗が引きましたね。外すっごい暑かったから。朝なのにさ。はい、次、爽健美茶。あ、うまっ。メガマクグリドル、メガマフィン、ダブルフィレオフィッシュ。半端ないな、食べきれないだろ。朝マックって量じゃないんだよな。でも味は気になるからちょっと買っちゃったんですよね。まあ、お昼に回してもいいから。全然メガマフィンから食べます。メガマフィンはレギュラーメニューに一応あるんですね。ただ今はセットが期間限定で販売されてて、ちょっとパカッと外しましょう。うわ、すっげえ。うわ、ポークパティと卵とスモークベーコン、チーズも入ってるしね。いただきます。うん、うまい。これ最高。これ最高ですね。ごちそうさまでした。これ9ハンサムです。ボリュームがやっぱすごいですよね。卵、肉、肉、チーズ、肉、肉、卵、肉、肉、チーズ、卵、卵、肉、肉、卵、卵、卵、肉、肉、肉、チーズ、チーズって感じ。口の中がアメリカ、イングリッシュマフィンなのに。結構肉の味しつこいかなと思うんですけど、ソースがケチャップ、多分ケチャップなのか、結構酸味が強くて酸っぱいんですよね。だから意外としつこくないです。次はじゃあメガマックグリドルちょっと味見しましょう。うわ、うまそう。あー、うまい匂い。すごい。これはグリドル多分初めてかな、2回目くらいかな。でも前の記憶がほとんどないんですよ。こういう感じなんですね。すっごい甘い匂いする。シロップが染み込んでるんですね、このパンケーキ。パンケーキで挟んでるんですよ、お肉を。肉、チーズ、肉、卵、ベーコン、パンケーキ。これ太ろうとしとるやんか。一口食べましょう。すっげー。じゃあいきます。うん、うん、もう一口。しょっぱくて甘い。でも不思議と合うんですよね、こういうのって。まあ、8ハンサムですね。ポテト食べながらシェイクとか美味しいじゃないですか。しょっぱいのと甘いの合うんですよね。美味しいです、これ。僕今残しますけど、これお昼にほんとがっつきたい。このパンケーキ結構ね、ずっしりしてて重みもあって、具のね、ぎっしり感、全部が組み合わさって、もうこれ朝ごはんに最高ですね。朝からガツンとやってやるぞみたいな時に最高だと思います。最後、バカダブルフィレオフィッシュ。うわ、綺麗。めっちゃ綺麗。なんか食品サンプルみたいですね。このタルトル最高だわ。うわー、フィッシュが2倍、タルトルも2倍なのかな。いただきます。うん、すごい食べ応えだ。なるほど、よくわかります。7ハンサムです。ちょっとタルトルが足りないですね。この揚げたフィッシュのね、ボリュームは半端じゃないです。もう食べ応えがすごい。美味しいんですけど、ソースもちょっとどっかりくれないと、口の中もっさもさになっちゃうんで。さほど味ついてるわけじゃないですね、このフライ自体には。ソース多めがいいなと思いました。それでちょっと7ハンサム。ソース多めだったら9ですね。ちょっとソース多めにしてくださいって言えばやってくれるかもしれないです、マクドナルドで。でも美味しかった、これもね。お昼、お昼。はい、というわけで朝マック食べました。どれも美味しいです。で、まあ一番最初に食べてたやつ美味しかったかな。メガマフィンすごい美味しいです。他の2つの比較とかじゃなくて、すごい美味しかったです。あとバナナフルーリーもすごい美味しいです。おすすめですので食べてみてはいかがでしょうか。以上、ハンサムクルージュでした。バイバーイ。